次に工学部のカリキュラムについて紹介します。サステナブル工学には3学科共通の科目と各学科独自の科目があります。まず3学科共通の科目について説明します。サステナブル工学基礎ではサステナブル工学の全体像についてさまざまな観点から幅広く学習します。サステナブル工学実習では今ご紹介した LCA ライフサイクルアセスメントについて詳しく具体的に学習し評価手法を身につけていきます。サステナブル工学プロジェクト演習では3学科を横断する少人数のグループを1つの単位として授業を進めます。各グループはLCA の手法を用いて身近な製品のサステナビリティについて評価を行うとともに改善点などを検討して発表し合い議論を行って理解をさらに深めていきます。一方各学科ではそれぞれの分野において必要と考えられる専門的な科目を学習するようになっています。このようにして工学部の全員がサステナブル工学の習得と実践に取り組めるよう複合的なカリキュラムが構成されています。最後に現在工学部の各学科で進めているあるいは進めようとしているサステイナブル工学関連の研究テーマについて紹介します。各研究テーマを学科のイメージに合わせて配置していますが一つの専門領域にはとても収まらないような研究テーマも数多く学科の垣根を越えていろんな分野の先生が協力して研究を進めているプロジェクトもあります。今後はこうした学際的な研究テーマがどんどん増えてくると考えられます。皆さんも大学生になったら積極的に研究テーマを提案して自ら研究開発の先頭に立ち世界をリードしていってください。